成り上がっていくまでの話っていうのがすごい面白くて、ドラマを見てるようなお話がいっぱいあったので、2階からパイプ伝って1階に降りて、で夜の公園へ。そうです、めっちゃワクワクするじゃないですか。そんなまず原付の盗み方とか、はいはいはい、教えてもらって、はい、トントン起こされて、はい、で警察が3人ぐらいパッと、はい、ノースビレッジの北里洋平です。先日ですね、ここノースビレッジの歌舞伎町2号店で面白い夜会がありまして、森永博さんとか、作家の生島真理香さんとか、ヒステリックグラマーの北村さんとかと一緒にですね、ここで飲んでいた際に、作家の生島真理香さんが歌舞伎町で一番かっこいいホストの方がいるということで、ご紹介いただきまして、このお店に来ていただいたんですけど、まあびっくりでしたよ。来ていただいた瞬間、ガクトさんっていうような、いやガクトさんの若からし頃の、かつマルタとかマレーシアとかでリラックスして優しいモードに入ってる時のガクトさんの目を持った方がいらっしゃいましてですね、姫野愛さんという方なんですけど、今日は姫野さんにお越しいただいて、いろんなお話を聞いていきたいと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか先日お会いしてから、はいはい、なんだかんだ短期間に一緒にシーシャスをしていただいたりとか、そうですね、初めてホストクラブでのね、遊びを教えていただいたりとかですね。昨日はクラブにまで連れてっていただいてありがとうございます。すいません、急なお誘い。いえいえ、すごい楽しかったです。いや、ありがとうございます。YouTube 等々でも見させていただいてはいるんですけれども、はい、姫野さんのそのこれまでの生い立ちとかですね、はい、ホストとして成り上がっていくまでの話っていうのがすごい面白くて、ドラマを見てるようなお話がいっぱいあったので、まずその辺のお話からお伺いできればと思ってるんですけど、はいはい、そもそも今おいくつですか？今32の今年3の年ですね。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあ、と8個違いか。で、ご出身が九州の？そうですね、福岡です。福岡。はい。どんなご家庭で？母子家庭で母親一人。はい、で、まあ、母親がスナック、はい、こじんまりとした田舎のスナックで育ててくれて、はい、基本的にいつも幼稚園行って、そのまま夜の幼稚園。夜の幼稚園ってのがあるんですね。そうなんですよ。だから水商売の片親で、はい、育ててる母親の人とかがよくこう、あそこにいないじゃないですか。はいはいはい、そうですね。そこにちょっと預けに行く、まあ、夜の保育園というか幼稚園があって、まあそこをずっと行き来してて、はいはい、でそっから、まあ、小学校上がって、うん、母親が再婚して、うんうん、でまあ基本的に母親はいないんですけど、うん、まあ夜その父親の方も特に僕のことをあんまり見ることもなかったので、ああそうなんですね、結構自由な時間がすごくあったんですよね、はいはい、だから早く寝なさいとか、あそういうのがないんだ、っていうのがあんまりなくて、うんうんうん、でもう好きな時に寝て、まあ、学校行ってっていう状態だったんですよ。で帰ってきても誰もいないんで、うんうん、いつも一人で家開けて、はいはい、でご飯だけ作ってあって、うん、それ食べて、うん、でまた一人で部屋に戻ってっていう生活をずっと小学校の時は、寂しくはなかったですか？寂しいという、 もう感覚がなかったですよね、もう当たり前になってたんで、それが、ああなるほどなるほど、それが普通っていう感じだった。そうですそうです、うんうんうん、ただやっぱ周りの友達とか見た時に、はい、やっぱお父さんとお母さんが帰ってきたらいるっていうのが当たり前なんだっていうのを知ってから、うん、あちょっとうちは普通じゃないのかなっていう疑問はありましたけど、うん、もう慣れてたんで全くその寂しいはなかったです、ね、ああじゃあ不満とかそれでグレるとかっていうのはなかった、ね、全くなかったですね。へえーはい、でそのまま中学校まで上がって、そうですそうです。でも小学校6年生ぐらいから暇じゃないですか、夜。そうですよね。家で一人でゲームするのもちょっと違うなっていうか、飽きが来るので、うん、どうしようかなって思った時に、やっぱその同じ小学校の友達が、うんうん、夜中にこういうことしてるよみたいな、広場とかで、でそういう話を学校で聞いて、うん、あいいねいいねって俺も行くわってなって、うん、抜け出すようになったんですよ、夜。あ夜中に自由ですね。自由なんですよ。はいはいはい、はい。まあ、2階から
パイプ伝って1階に降りて、あれパイプを伝わないといけない理由っていうのは、親はだって働いてるわけですよね。そうです、母親は働きに行ってるんですけど、うん、一応その再婚相手の父親は寝てるんで、はいはい、暴れないように。そうです、そうです、そうです。で夜の公園へ。そうです、めっちゃワクワクするじゃないですか。そんな楽しくて仕方なかったです、ね、はいはいはい。怖いんですけどやっぱ、うんうんうん、夜出るっていうのはまだその時、うん、小学校6年生なんで。そうですよね、はい、だって中学生高校生とかがねすごい怖い人に見えますもんね。そうです、そうです、うんうん、で結局そこにやっぱ 5,6 人いるんですよね、行ったら、うんうんうん、でみんなで花火したり、はい、秘密基地作ったりとか、うん、まあ、そういうと聞こえいいですけど、要は不良ってことですよね。まだ駆け出しです駆け出し、はい、駆け出しです。なるほど、なるほど。じゃあ楽しい小学校高学年中学校を過ごしていったっていう感じですかね。でその時にやっぱタバコとか、はい、その時も中学校の先輩とかもたまにいたんでタバコ吸ってたんで、はい、お前も吸ってみるっていうの、はい、から始まって、で、まあ、中学校上がったらその先輩たちいるんで、はい、もっと激しい遊びになってくるんですよね、夜の。はいはい、やんちゃ度が増すって感じですかね。そうです、はいはい、でまず原付の盗み方とか、はいはいはい、教えてもらって、はい、一気に飛び級しますね。その先輩たちもやっぱ中学校2年生とか3年生になってるんで、はい、やっぱ悪いことしてる段階がこうアップしていくわけじゃないですか。でそれを一緒に習って、やり方習って、夜の授業ですね。そうです、はい、でそこから乗り方を教えてもらって、自分たちで盗みに行けるようになったりとか。盗賊団じゃないですか。そうなんですよ。あんまりこういうね、ちょっと笑いながら話していいことなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、ちょっと若気の至りと思って、はいはいはい、そこからですね、まあ、地元の友達だけでやってたんです。同じ中学校だけで、最初の中学校1年生ぐらいはやってたんですけど、うん、こうだんだんやっぱ規模が大きくなっていくんですよ。まあ、僕ちょっと元々転校したんで、はい、隣の中学校に知り合いがやっぱいっぱいいるじゃないですか、友達が。でそっちの友達も巻き込んで、はいはい、でもそっちの学校とこっちの学校も仲良かった、はい、から逆にその学校も巻き込んだりして、はいはい、その時ってどこの中学校が一番怖いかとか、はい、喧嘩が強いやつがおるかで大体判断するんですよ、はいはい、だけど基本一人だけでもそのやっぱ番長みたいないるじゃないですか、はい、その一番喧嘩強くて一番勢いがある、うん、っていうのがちょうどうちの学校にいたんで、はい、基本的にそのいろんな学校巻き込んでもうちの学校がトップの状態のピラミッド。暴走族ではない。まだその時はもう単独暴走で、単独暴走、はい、なるほど。もう勝手にやってたというか、うん、遊んでたっていう、うんうんうん、でそっからもういろんな学校を巻き込んでって、はい、でかくなってくる。そうなんですよ、はい、でもう北九州中の全部の学校が一つになって、チームになって、もうなんとか連合みたいな。結局連合になって、うん、いろんな地域の人たちと暴走しようとか、うん、はいはい、ちょっとこう、うんうんうん、いろんな悪いことに各々みんなが手を染めていって、はい、この代はちょっとむちゃくちゃすぎると、はい、もう放っておけんと、うんうん、で目つけられて一斉検挙というか、ほうほうほう、一気に何十人捕まって、そうです。その時姫野さんも一緒になって捕まったんですか。そうです、そうです。なるほど。一人ずついなくなっていくんですよ。ほう。学校に来なくなるというか、まあ学校もあんまり行ってなかったんですけど、うんうんうん、まあ暇つぶし程度に学校には行ってて。警察による誘拐事件みたいな感じですね。そういうことです。で、教えてもらえないんで、はいはい、あいつなんで連絡取れんのって、どこ行ったのってなって、うん、捕まったとはもう夢にも思ってないんで、うんうん、逃げたんじゃないとか、うん、嫌になってどっか行ったんじゃないぐらいの感覚だったんですよ。うんうん、一応心配はしてたんですけど、だからある日寝てて、はい、でトントンって起こされて、はい、で警察が3人ぐらいパッとドラマとかでよくある、はい、あれ見せられて、ほう、で逮捕状っていう形で、じゃあ自宅で捕まったんですね。そうです、もう寝てる時ですね。何罪なんですか。結構いっぱいありました。あ、じゃあもうミックスパフェみたいな感じで。そういうことです。なるほどなるほど。一番美味しくないミックスパフェです。なるほど、なるほど。じゃあ急遽そこから少年院になるんですか。もう留置場に、まあ、2週間くらい、うんうん、でずっと取り調べ、うん、でその後に鑑別所に1ヶ月、1ヶ月でその後に家庭裁判所に呼ばれて、はい、裁判があるんですけど、はい、でそこで出た人もたくさんいたんですよ、うんうん、鑑別で泊まった人もたくさんいたんですけど、うん、まあちょっとこう主犯格じゃないですけど、いろんなところをつなげたりとか、はいはいはい、罪が重いというか、はいはい、周りの中でも、うんうん、
で、まあ、承認装置あじゃあしっかりと入学されたんですね、はい、って言われて、うんまあ、入院なんですけど入院っていうんですね、はいまあ、ちょっと1年間もう1年間、はい、長いですね子供の時の1年間は、うん、今大人でいう3、4年ぐらいの感覚です、うん、そうですよね、はい、少年院と刑務所の違いってどう違うんですかね刑務所は入ったことないんですよまだないんですかまだないですよいやこれからもないんですよそうですか、うん、ちょっと刑務所がちょっとあまり分かんないんですけど、うん、多分刑務所って話はまあ聞くじゃないですか、うんうん、ある程度自由というか、うんうんうん、基本、まあ、規則正しい生活はさせられるけど、うん、その中でも、まあ、知恵もついてるんでみんな大人で、うん、そこの上下関係があったりとか、うんうんうん、あると思うんですけどやっぱ少年院は少年を更生させるための大人になっても大丈夫な考え方とか生き方にさせるための場所なのでめちゃくちゃ厳しいんですよそうなんだなんて言ったら分かりやすいかな一言で言ったら地獄なんですけど体罰あり体罰まではないですただ Thanks so much for coming Please go home safely And don't forget to alwaysWelcome on the wild side.